みんにゃー、こんにちはっかない北のカムエだにゃーこの度 YouTube で北のカムエチャンネルというものを放送することになったにゃーイェーイまあどんな放送になるかというと、まだ過去適当ということで、まだそこまで詰めて考えてはいないんだけど、やっぱり北海道を応援するためのキャラクターだから、北海道の食やグルメ、北海道のイベントを中心に幅広く放送していけたらと思ってるにゃーみんな見てにゃーちなみに、この CM 私北のカムイのことを初めて知ったという人も多いと思うのでちょっと改めて私北のカムイの自己紹介をさせていただければと思うんだけれども私北のカムイは北海道を元気に応援するために生まれたバーチャルアイドルなんだにゃ。 で、バーチャルアイドルだから、本来2次元だけの活動で、3次元には出てこれないはずなんだけれども、やっぱり私、可愛くて人気者だから、3次元のイベンターさんから、カムイちゃんイベントで歌ってとか、MC やってとかいうお話をいっぱいいただくんだにゃ。ありがたい話なんだけどにゃ。で、そういった時は、私の公認コスプレイヤーをしている、志保という、札幌で新顔をしている女の子に取り付いて、憑依をして3次元で活動しているんだにゃ。ちなみに、今まさにその状態で、 この体は司法という女の子の持ち物なんだけれどもそこに私北の神威が今憑依をしている状態なんだにゃの体は司法頭脳は北の神威まるで名探偵なんとかみたいな番組の話だけどまあ、そういった形で北の神威チャンネルも司法に憑依して進めていこうと思っておりますので皆さんよろしくお願いしますしゅうこ で、ここから北の神ムがですね、今までどういった活動していたかというのを説明させていただければと思うんですけれども、まず、今現在ですね、HBC ラジオで毎週土曜日、あの深夜の25時から、北の神ムのモニモニラジオ、過去適当という番組をやらせていただいておりますにゃん。その時はシャじゃなくて、ラジカムちゃんという女の子に共演して、ラジオ番組を放送しているんだけれども、なんとそこから、 今年の1月28日に日本コロンビアさんから「北のカムイ」のメジャーデビュー CD が発売されたんだにゃーすごいにゃーせーのでおはよう定山という曲なんだけれどもそれが HBC ラジオさんの「北のカムイ」のモネモネラジオ過去的北」のテーマソングになっている曲でなんまら元気の出るいい曲だからみんなぜひ買って聴いてみてにゃーそれ以外にもやっぱり北のカムイは北海道を応援するキャラクターだからみんな北海道のガラナという飲み物を知ってるかにゃ そのガラナという飲み物の企業様の丸善一町さんだとかあと北海道の納豆屋さん内藤食品工業さんというところとも食品のコラボレーションをさせていただいてるんだにゃのガ,ラにガラナにもの納豆にも私のかわいい絵がパッケージされてるからぜひぜひみんな商品の方も買って食べて飲んでみてにゃ美味しいからええー、<laughs> それ以外にもイベントとしては無料欄の白鳥大橋の白鳥カウントダウンイベントだとか あと、丸山動物園さんのイベントだとかにもコラボレーションさせていただいてて、それ以外にも地域のイベントにもたくさん出演させていただいております。そういった活動も私のツイッター、ブログ、フェイスブックなど見ていただけたらですね、活動の履歴がわかると思うので、皆さん、北のカムイチャンネルを見る前にぜひぜひ下調べの方よろしくお願いしましょう,う。というわけで、ついに北のカムイチャンネル開局みんな見てにゃーしたっけにゃー